自治体別の新規感染者数です最も多かったのは浜松市で76人次いで掛川市55人、静岡市50人、磐田市43人、藤枝市42人などとなっています合わせて485人で前の週の同じ曜日を63人上回りました前の週の数を上回るのは2日ぶりです 新たな死者の発表はありませんでした病床使用率は、西部14.5%、中部19.7%、東部18.7%、県全体では17.7%重症者用は1月9日以来のゼロとなりました新たに確認されたクラスターは2件です 静岡市清水区の療養型病院では患者10人、職員2人が感染同じフロアで発生していていずれも軽症または無症状ということです他に御殿場市でスポーツ合宿中の団体で7人の感染が分かりました